デナが阪神から FA 移籍で大和内野手、30の獲得に成功した。球団の歴史上、FA で獲得するよりも放出する方が多い中で、大きな戦力補強。同じく名乗り出たオリックス、引き止める阪神との3つどもえを制した。高田茂 GM、72も、大和選手が来てくれて、優勝を狙うためにいい戦いができるチームになれると言い切るほど期待は大きい。入団会見に臨んだ大和は、古巣への思いと決断した理由を自らの口で語っていた。12年間いたタイガースへの愛着の思いは強い。でもゲームに出たい気持ちと葛藤した選手として一番輝ける時期というのは短い。そのタイミングがここだという気持ちだった守備には自信を持ってやってきた。そこを一番評価してくれたのが、デナだった。正直な気持ちを明かした守備の名手だった高田 GM が高く評価。FA 宣言したのと同時に、獲得に動いた会見で大和の隣に座り、内外の、どこを守ってもゴールデングラブを取れる選手。打率3割以上の価値があるとまで言ったゴールデングラブ賞、当時ダイヤモンドグラブ賞を内野と外野で6度受賞した男が、惚れ込んでの補強。セカンド、ショートどちらでもスタンバイする大和は、実力でレギュラーを取りたいと、来季ポジション争いは激化する。激しいチーム内競争の先に、頂点が見えてくる。開きカッコでな担当イコール組んだ茂薫薫閉じカッコ。